少年和尚です。書評漫画や格闘漫画書いてます。今回は格闘偉人伝、キックボクシング界最弱の男、レンジャー高山先生。この格闘偉人は2000年代初頭、キックボクシング界で最弱と噂された男である。究極女子にすら負けてしまったという事実。当時一勝も挙げずに負け続けたことで逆に人気を呼び、ブームを巻き起こした競走馬ハル・ウララになぞらえて、キック界のハル・ウララという愛称で親しまれた伝説の有名人である。最近はちゃんと許可を取って現代の格闘偉人伝を書き進めている。前回は花車勇先生、現在執筆中は水拳の今野純だが、このデンジャー高山先生、ブームがかれこれ20年くらい前になるかな。僕の人脈じゃ DM できなかった。もしご本人が見つけてしまったらすみません、お許しください。ほれ、さっさと見るのじゃ。2000年代初頭、ハル・ウララという競走馬が一世を風靡した。一勝も挙げずに負け続けたことで逆に人気を呼び、ブームを巻き起こしたのだ。一方、キックボクシング界では連敗街道爆走中だった。最弱キックボクサー、デンジャー高山がキック界のハル・ウララの愛称で親しまれていた。そしてついに審判の日が来た。デンジャー、デンジャー、デンジャー高山選手の入場です。最弱すぎる俺に与えられた最後の道、それは女子との戦い。青コーナー、西岡麻子。負けないわよ。最強の人妻、西岡麻子。果たしてデンジャーは女子には勝つことができるのか。はい。プロキックボクサーとはいえ女性、パワーが段違いだ。当たれば効くはずだ。へい、うらぁ、当たらん、全然当たらんぞ。うわっ、うわっ、組んでは引く、組んでは引くさ。まずい、このままでは負ける。こいつは女か。なんてパワーだ。こうなったらローリングデンジャーしかない。ローリングデンジャー。判定、また負けた。でもキックが好きだからこれでよし。負けても負けてもリングに上がり続けたデンジャー高山先生は今も格闘家たちに影響を与えている。デンジャー高山先生、アメトークでキックボクシング大好き芸人やった時も、ツイッター界隈でデンジャー高山取り上げられたら相当マニアックとかツイートされていたようだ。やはり有名人だったんだなと思う。負けても負けてもリングに上がり続けたデンジャー高山先生、本来はどんなジャンルも勝ち負けという妄想を離れて自分の納得のためだけに道を歩めば悟りの境地だが、現代人は SNS によるいいねの数を意識したりさせられたり、常に比較や承認欲求に振り回され、右往左往、もはやそういう風にさせられる構造になっていると思う。アホかー、うおー、騙されるな。自分の納得のために道を歩めばそれでよし。勝ち負けを超越した道で格闘道を歩んだデンジャー先生の格闘道スタイルはまさに座禅。これこそ格闘偉人。みんなも明日から比較という妄想を離れて自らの納得のためだけに道を歩もう。死ぬまで今なすべきことをなす。今を意識し集中する。最後にはよくやったと言う。納得だけが残る。これでいいのだ。ついバーチャルな競争に足を取られて自分が自分がという発信になりがちな現代、バーチャルな競争は妄想、人の妄想が作った価値観に惑わされず、ひたすらに今なすべきことに集中して生きる、これが道。ではまた。教育系漫画動画、ニューライフノードゥッカ。未来を先読みして成功するのはあなただ。さあ登録しよう。